回転運動かつ根元が太いっていうものからをどんどん先端の細いところに力を集約させて、最終的には先端のクラッカーと呼ばれているものが空気の壁を越えて音を鳴らせる。ムチって言ったらやっぱ映画インディ・ジョーズの中とかカウボーイが振ってるこういうビュン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 振り回してるこういうムチやろ、うん、こういうムチはですね、だいたい長さが2メートル3メートルぐらいあるんですけれども、うん、なんでムチを振るってたのとか、あとどういう作り方考え方なのか、うん、なんで音が鳴るのかとか、そういうことを含めて説明してきますけれども、映画インディ・ジョーズの中ではですね、ムチを振るって悪役を倒したりとか遠くにあるものを持ったり取ったりとかしましたけども、ムチで遠くのものを取るは不可能ではないけどあんまり現実的ではないんです。で実際撮ってるような動画も存在はするんですけれども、まあ、曲芸の一つでしかないと思っていた方がいいです。まあ、牛追い鞭ブルビットっていうんですけれども、まあ、カウボーイの人たちが牛を放牧してる時にそっちに行くなよってピシーピシー叩いてるように見えますけれども、これは叩いてないんですよね。なんでって言ったら叩いてたら傷がつくからです。あとでも説明しますけど、この鞭先端が音を鳴るっていうのは要はソニックブーム、空気の壁を越えてるわけですよね。よく映画でピシッピシッ鳴ってるなっていうのは叩いて鳴ってるんじゃなくて、空中でムチの先端にクラッカーっていう細い糸とかがついていて、それを高速で振るうことによってこの先端のクラッカーが空気の壁を打ち破ってソニックブームの壁を越えて音が鳴ってるだけ。だから映画で見ていたら分かりますけど、ピシッピシッって鳴りながら全然牛を叩いてない。牛を叩いてそれでストレスためるメリットもないし、皮に傷がついた。でここら辺興味ある人はですね、スポーツウィップっていうスポーツがあります。で毎月何回か練習会やってるんですから、これが大阪の豊中でやってるっていうから、ここの方々たち結構熱心に動画と活動も10年ぐらいにもなるし、ムチを振るって音を鳴らそうっていうことをやってらっしゃる。そして誰かを叩いたりとか今ないです。これですけれども、先端を思いっきりこういうクラッカーっていう糸みたいなものを鳴らして音を鳴らすというものなんですけれども、よく革が使われてます。これは今でも革を使って鳴らしてるんですけれども、なんでこれ革使うのって言ったらですね、まあ西部の牛追い時代、カウボーイの時代ですけれども、カウボーイの時代はそんだけ頑丈な素材が革ぐらいしかなかったと、先ほども言ったように振り回して先端を音を鳴らすわけですけれども、その時にやっぱりものすごい衝撃がかかるんですね。ここの先端の部分が普通の布とかを使っているぐらいだったら簡単に要はボロボロになってしまう。だから革を使ってました。で、これがブルウィットと言われているものです。科学の伝次郎先生、ですね、公式 YouTube チャンネルをちゃんと作ってらっしゃって結構まめに更新されてらっしゃるんですけれども、その中のテーマでですね、なぜムチや音は鳴るのかっていうのをちゃんと作っていただいてるんですよ。10分ぐらいの動画なんですけども、まあ、この動画は今ここまで見てる人は見といて損ないんですけれども、なんでムチはじゃあ音が鳴るのっていう話ですよね。皆さんが例えばちょっと長い棒を振るっていても音速を超えて空気の壁を打ち破るにはそんな速度では絶対足りないわけです。カウボーイは映画の中見たらこうぐるっと回してビヨンと振るってますよね。遠心力です。フィギュアスケートで回転ってありますよね。腕をぐるぐるぐるっと回して一つちょっとずつ手を上げていって最後高速で回転する、はい、あれはなんで体を広く取って回すことによってこの手の長い遠心力を徐々に体の中心に集約させるわけですよね。ハンマー投げるときこうやってブルーンブルーンブルーンと振りながら集約させて先端に投げて遠くまで投げると。ムチも同じようにいきなりこう振るったって効率があるわけですよね。この伝次郎先生の中で言うとちゃんと振るときちっと鳴らしてますけれども、カウボーイの時代はそこまで洗練されてなかった。技術的な問題じゃなくておそらくムチの作り方とかの問題だと思うんですけれども、だから2メートル3メートルあるムチを思いっきり振り回してその大きさを全部先端に集約させる、さらにムチの先端のクラッカーと呼ばれている細い細い糸みたいなものを思いっきり集約させて空気の壁を越える音を鳴らしてました。皆さんが縄跳びかな、縄跳びはローブで遊んだ時に遊ぶと先端に丸がどん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 飛んでいくっていうことがあったと思います。ああ長いぞ、こういうふうに長い2メートルぐらいあるコードをふっと振り回すとくるっと、このくるっとなったものが先端にどん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 いっていってパタンっていって広がる、考え方は同じです。同じように円運動を先頭に集約させる、ただしこの時に全部同じ太さだと意味がないわけです。
オライリージャパンという本がありましてですね、オライリーというアメリカの、まあ、科学系の雑誌なんですけれども、このオライリージャパンの日本語翻訳ナンバー3の中にですね、ムチの作り方という特集記事が載ってたんですよ、うん、オライリージャパンでムチで調べたらアメリカの言語版の PDF は今でも見ることができます、うん、面白いですけど、ムチの地というこういう本があるんですけれども、これを見ていただくと分かりますようにね、まあ絵があって、この中にですね、自分のムチを作ろうというとんでもない記事があるわけですけれども、牛さんの皮はやっぱ背中が一番頑丈なわけですから、お腹じゃなくて背中を使いましょうと。でしかも長さ的にはね、225センチぐらいは使ってくださいっていう、ここの絵の中を見るとですね、根元は太くて先端細いですよね。いや、ムチを作るときにですね、何やムチなんていうのは、この場合だったら4本編み込んで作ってますけれども、4本の編み込みの同じ均等長さ編み込めばいいんだろうって言ったら違うんですよ。根元は太くて先端に行くに徐々に細くなっていく、でその4本のムチを編んでいってくださいねと。そうすることによってムチっていうのが根元は太く、先端に行けば行くほど細く、それは何のメリットがあるのって言ったら、まあしなりやすいっていうのと、まあ、太いものの方を細いものに力を集約させていく。釣り竿と同じですよね。釣り竿も根元が太くて先端に行けば行くほど細くなるからこそ、軽く振っただけでしなってひょんって音がするというように、回転運動かつ根元が太いっていうものからをどんどん先端の細いところに力を集約させ、最終的には先端のクラッカーと呼ばれているものが空気の壁を越えて音を鳴らす、うん、このムチは基本的に空気の壁を叩いて音速を超えて音を鳴らすというのが目的だから、うん、これで人を叩くとえらいことになる、うん、すごい多分ですね、これ表紙アップにするとですね、 YouTube あ、そうですね、多分すげえ本でできて多分この YouTube 止められるとしまうんでこのアップは映さない方がいいんですけども、うん、これはね、1994年ぐらいかな、93年ぐらいに出た、うん、トレビルという今は亡き出版社がアメリ、はい、海外の本を翻訳したトーチャーガーデン、拷問天国という本なんですけれども、まあ、結構綺麗な本なんですけれども、写したら多分、まあ、一発アウトなんですけれども、 YouTube じゃダメです、 YouTube じゃダメですねここのシーンとか言ったら女の人がムチ拾ってきて、まあ、あくまでバラムチ、あ、要はこの音を鳴らすのが方目的のバラムチで叩いてるんですよね、うん、けどね、ピンナップ、こういうかっこいい風景としてムチを構えてるっていう時は大体ブルーウィットなんですよね、要はバラムチの短いものを抱えてるよりも長さ2メートルのムチを体にまとわりつかしてる方がセクシーでしょうっていうことで、ただ実際のプレイで使ってるっぽい写真の時はこのブルーウィップはほぼ使わない、危ないですよ、危ないですよ、気をつけるのがあれ、ジョーバムチとかバラムチはいいんですけれども、ブルーウィップは本当は人に振るっちゃダメですよ、だからスポーツウィップにしても絶対人に振るわないでくださいと。デンジロー先生とかはね、ちゃんとムチの振るい方を何でか知らないけど勉強してちゃんとピシパシなんですけれども、一緒に写ってる人がじゃあ僕もやってみますって言ったらね、やっぱ失敗するんですよ。ヌンチャクとムチは真似すると自分の体を叩くんです。あ、確かに。で、跳ね返って自分の体を叩くと痛いっていうのをここの動画で大変分かりやすく解説してくれてますんで、興味ある人はぜひ見てみてくださいというのが牛追いムチというものの話です。牛追いムチって音を鳴らして、はい、で音に反応して牛がバーって逃げていく。そうですそうですそうです。やっぱりね、うん、あの音はね、気持ちいい音ではない。危機感を感じて。そうですそうです。空気のこう破裂音ですから、うん、やっぱり自分たち生き物として危機感を覚えるから、うん、あ、こっち行っちゃいけねえんだ。3メートル離れたところからあそこで音を立てよう。だから彼らは3メートルのところ、2メートルのところとかで多分音を鳴らす位置をちゃんとコントロールできた、うん、群れから外れそうだから、お前そっち行ったらあかんぞっていうためにやっぱり3メートルなり2メートルなり、うん、未だにそんなん使うんですか、後ろ。使わないですね、確実に、うん、例えばモンゴルなんかは羊やってますけど、羊の連中、あいつらはやっぱ群れが動くと土屋に必ず従うっていう生き物なんで、あんまり羊の追いでムチを使ってるっていうのは僕は見たことがないですね、うん、何回か前でもやりましたように、まあ、鉄条網の発達によって地域がもう限定できるようになった、うん、だって鉄条網あるからこのエリアから牛逃げへんやろ、鳴らす必要もなくなったんだとは思いますね。そしたら確実に多分あの完全にそう、ま、全く文字が入ってないもんね、うん、ないです。だもうほんまにあのこの実際の
写真なんですか？実際の写真ですよ。実際にイラストもありますけど。古い写真なんですね。古いですね。